花びらの立体感が可愛いお花のタイトルを作りましょう。ちょっと横から見るとこんな風に浮き上がって見えます。まず円の中にタイトルの文字を書きます。円を切り取るときに2枚重ねにして同じ大きさの円をもう1枚作っておきましょう。出来上がりは花びらが8枚になります。8等分に折ったこの扇形の先のところと同じぐらいの大きさの花びらを作ります。少し大きめに作っておき切り込みを入れて重ねます。だいたい3センチぐらいの四角にしたかったので八つ切り画用紙をこんな風に切り、青で囲った部分で花一つ分の花びらを作りました。細長い画用紙を4つに折り、角が丸くなるように切ります。反対側の真ん中に切り込みを入れて、これで4枚の花びらができました。もう1枚も同じように切って8枚の花びらを作ります。貼り合わせるには幅5ミリの両面テープがおすすめです。4本の指に貼り付けて間を切っていくと作業が早くできます。切れ込みの部分を少し重ねてしっかり握ったら端のところを両面テープで留めます。しっかり貼り付けたら両面テープを剥がしておきます。残りの花びらも同じようにして留めていきます。8枚ともできたらタイトルを書いていない方の紙に貼っていきます。貼るところがよくわかるように8等分に折ります。開いたら折り目と折り目の間に先ほどの花びらを貼っていきます。こうすると花びらを均等に貼ることができます。こんな風に丸みのある形に出来上がりました。文字を書いてある方の円に糊をつけます。糊付け紙の上で端まで糊をつけたら、花びらを貼った円にぴったり合わせて貼ります。この時文字の一番上に花びらが来るようにするときれいに見えます。かわいいお花のタイトル文字が出来上がりました。これは祝電掲示用に作ったタイトルですが、文字や花びらの色を変えていろいろなものに使ってみてください。